アジテーションフリーはドイツのロックバンド。1967年から1974年まで活動。バンド名は辞書から無作為に選んだ単語、アジテーションに彼らの音楽スタイル、フリーを足して付けられた。結成時のメンバーは、ミハエル・ギュンター、ルッツ・ウルブリヒ、ルッツ・クラーマー、クリストファー・フランケの4人である。サイケデリックでオリエンタルなロックインプロビゼーションが、 特徴。同様のスタイルを用いたアモンデュール2がハードロック志向だったのと比べると、彼らの音楽はアンビエントミュージックの源流と言うべきものである。また、クラウトロックにおける人材バンクの役割を果たし、1970年にはギタリストのアックス原理比をぐるぐるに、1971年にはクリストファー・フランケをタンジェリン・ドリームに送り出している。解散後には、 ミヒャイル・ヘイ・ニッヒが、クラウス・シュルツェのタイム・ウィンド・プロジェクトや、タンジェリン・ドリームのツアーに参加し、発表はかなり後になったもののマニュエル・ゲッチングとの連名作品も発表している。1972年に、エジプト・ヨルダン・レバノン・キプロス・ギルシャを巡るツアーを行い、そのライブ音源を編集して、ファーストアルバムをリリース。1974年に解散。 1998年に再結成し、アルバムをリリースした。ありがとうございます。